どうも山田です。はい、本日からスタートした季節イベ、はい、ソルロックとルナトーン、まあ、この2匹のポケモンおよび月と太陽に関連する、ポケモンたちがですね、お香でも出るし野生でも出るし、レイドでも出ると、そういったイベントがスタートしたんですが、なんかさ、こちらのイベントね、だけだと思ってたんですよ。そしたらなんか同じタイミングで、まあ、ゲーム内をね、お知らせ、見た方もいらっしゃると思うんですけども、今日のポケモンっていうのと、今日のフリーボックスっていうのが来ましたね。何それと思って。こちらがですね、まあ、どうやら、なんかその、今日のフリーボックスは、フリーボックスというその名の通り、無償ですよね。ポケコインを使わずに、入手することができるフリーボックスで、今日のポケモンっていうのは、なんかね、これが表示される人と表示されない人がいるらしいんですよ。ちょっと、イベントのね、方もね、この後プレイするんですけど、一旦そこについてよくわかんないっていう感じの方いらっしゃると思うので、サクッとちょっとね、紹介していきましょう。こちらゲームイズのね、今日のポケモン今日のフリーボックスっていうね、ページでございます。こちらのテストがスタートしましたよっていうね、お話ですね。はい。こちら一部のトレーナーさんから順次、開始といったことになっておりまして、7月以降は、全トレーナーに実装予定ということらしいです。7月以降、まあ、7月のね、もう本当に初旬からなのかはちょっとわからないんですけども、来月をめどに、この機能っていうのは全てのユーザーさんが、利用できると。で、こちらなんですけども、まず今日のポケモンっていうのがですね、毎日ポケモンが出現するそうです。で、こんな感じでですね、ウィロー博士が、なんか出てくるんですよ。このウィロー博士が、新しいお香があるんだけど、君のために使っておいたよって、言ってくるらしいんだよね。で、毎日ポケモンの特定のポケモンが、来ますよと。で、これはですね、もうゲーム起動した時にですね、ウィロー博士が普通に通知をくれるということみたいです。なので、これはもうゲームをね、パッとつけた時にウィローが出てくるか出てこないかで自分に反映されてるかどうかが、確認できます。そして今日のフリーボックスっていう方なんですけども、毎日無料でですね、ボックスを開封することが、こちらの方もできるみたいです。ショップに無料の項目が追加となっておりまして、こちらから、フリーボックスを受け取れますと。で、ボックスの中身はユーザーによってどうやら違うみたいですね。はい、こちらゲームズのページの方だと、これモンスターボールと傷薬が入っているボックスとなっております。まあ、フリーボックスね、まだまだその情報が多分足りていないので、例えば私は、こんなフリーボックスでしたとかね、そういった感じのね、コメントよかったね、いただければなぁなんて思います。今日のフリーボックス、はい、僕のやつがね、これ確認取れたので見てみましょうか。僕は今日のフリーボックス、このモンスターボール3つと傷薬1個、あ、これゲームズのページに載ってたやつとアイテム同じですね。本当に無料なんですかね、これね。本当にただでもらえるんすか、こんなん。いいんすか、いいんすか、よいしょ、はい、もらいましたね。はい、ということで、まあ、すべてのユーザーさんがですね、こちら、確認できるわけではないんですけれども、こちらの2つの要素が同じタイミングでですね、来ましたので、皆様ね、ご確認くださいといったところでしょうか。はい、それじゃあですね、季節イベントをちょっとね、出ているポケモンとか、いろんなもののね、ちょっとね、チェックのために、ゲームの方を起動していこうと思います。はい、ということでね、ポケモン GO 起動させてあるんですけれども、公式さんの発表だとですね、6月の19、まあ、金曜日、この時間ですよね、から、土曜日の、まあ、夜までですよね、っていうのは、多く出現するポケモンとして、ルナトーンが、一応公表されていましたが、ですね、ニアバイにね、映ってないんですよ。うん。お香とかもね、ちょっとね、使っていきましょうか。まあ、今回のイベントの、やっぱり目玉は、ルナトーンとソルロックというね、この2匹の、地球をね、半分に分けて、それぞれの地域で出る、地域限定なんですけれども、ルナトーンってさ、これ、そもそもの話をするんですけど、夜出るポケモンなんですよね。ルナトーンが今回ね、この期間とこの期間、まあ、その最初の頃日本だったらね、手に入りますよ、みたいな感じで表示されていたんだけど、どうやら、出現率、日中と夜の出現率っていうのが、基本はあるんです。けど、それ取っ払われて、この期間中は、日中でもルナトーン取れるのかな、夜でもソルロック取れるのかな、って勝手にちょっと思っちゃってた節があって、そうじゃないらしいですね。うん。いや、まあ、でも、なんかね、この後紹介するんですけど、どうやら、ルナトーンとソルロックを取れる、タスクですよね。っていうのもあるみたいです。はい。あとは、レイドですよね。っていうのもあるということなので、ちょっと、あれします。
多分、ルナトいないやんけっていう人と、あと後半になると、ショロックは、みたいな。まあ、夜ね、ポッキャツする方とかね、そんなご意見になると思いますので、ちょっとそれぞれの入手方法だよね。それぞれの入手方法一旦チェックしましょうか。はい、こちらなんですけども、ゲームイズですね、こちら、今回の季節イベントについての詳細ページでございます。こちらのですね、表をですね、ちょっとね、もう以前ね、動画の中でもご紹介したんですけれども、まあ、今日ですよね、初日から、翌日の土曜日の夜まではルナトーンが対象というふうに書いてあったんですけれども、日中にソルロック、夜ルナトーンというような、感じの設定にどうやらなってるっぽいですね。で、こちら日曜日になった瞬間からですよね、日曜日と月曜日、この二つのタイミングはルナトーンもソルロックも両方とも狙えるんですよね。なので、まあ、イベントをフルに、結構このイベントをフルに野生のポケモンたちですよね。で、楽しみたい方は、ちょっと日曜日からま、本気出すみたいな、そんな感じにね、なりそうですね。そして最終日ですよね。火曜日から水曜日の間はソルロックが、まあ、出ますよと、いった認識で良さそうです。ただま、こっちですよね。色違いのピッピが今回野生とかレイドでもね、あとま、タスクでもね、入手できるので、まあ、日中でね、何かを狙うとしたならば、ここのピッピになるのかなと思いました。そしてま、日中でもね、ルナトーンを狙いたい、もしくは夜でもソルロックを狙いたいと、いった感じの方はですね、こちらのタスクちょっと覚えておいてください。炎タイプのポケモンを3匹捕まえる。これでソルロックが、悪タイプのポケモンを3匹捕まえるで、ルナトーンが、こちらそれぞれ入手することが可能でございます。なので、まあ、もちろんね、タスクをなかなかね、まあ、その家の中にずっといるっていう感じの方だって回収できないと思うんですけども、例えば、学校、出勤とか、そういったタイミングで、まあ、ポケストップを触れると、いった感じの方はですね、このタスクがあったら、その中に入っているのはルナトーン、ソルロック、それぞれのポケモン出てきますので、こちらを、まあ、消化できたらいいのかな、なんて思います。あとは、まあ、それ以外のポケモンで言うと、まあ、さっき言ったピッピですよね。これはですね、おやつをあげる、結構簡単なタスクで出てくるんですよね。色違いのピッピが見たいと、いった感じの方は、こちらのタスクをね、やっていった方がいいのかな、なんて思いました。あと、先ほども言ったんですけども、ルナトーンとソルロック、それぞれ星3レイドですよね。これからも狙うことができます。また、5キロ卵ですよね。この中にもいますね。はい。ということで、まあ、それぞれのね、生活スタイル、お住まいのね、エリアとかによっては、例えば、まあ、別に全然卵割りも余裕だよって感じの方とか、レイドバトルだったら、まあ、ある程度できるかな、みたいな、結構ね、いろんなプレイスタイルあると思います。なので、それに合わせてですね、今回のイベントのルナトーンソルロックっていうのを狙っていくので、まあ、なんとか、こちら厳選っていうのは、まあ、やろうと思ったらできるかなって感じですね。ただ、まあ、野生。野生が、まあ、その、時間でね、ある程度くくられているということだけ意識して立ち回る、感じにはなるかなと思います。はい、ということで、まあ、今回の季節イベントのね、ポケモンの厳選っていう見方だと、実は日中効率良くないんですけれども、皆様にやっといていただきたいことはですね、砂集めですね。はい。今回ですね、実は僕、色違い厳選っていうところでもね、今回のイベントいいなと思っているんですけども、実は、大事なのは、そっちです。今回、ポケモン捕獲時の星の砂がですね、2倍になってるんですね。で、今僕、星のかけら砕いてあります。そうなると、よいしょ。普通にですね、まあ、今これ天気ブーストのプラス75もついているんですけども、普通にポケモンゲットするだけでこちら300ですよね。通常よりも効率がめちゃめちゃ良いので、野生のポケモン一体何でもいいからゲットするみたいな感じに、していった方がいいと思います。うわ、出たミネズミー。お前、この前のイベントで色違いな。イベントってスポットライト、色違い出なかったけど、まあでも一応ね、青持ってるから、青の目のね、やつは持ってるからね。さ、お前をゲットしたことによってもまた星の砂がいただけると。これ結構、今回の期間、まあ、7日間ないから6日間ぐらいかな。6日間の間、ずっとと捕獲時の星の砂が2倍、星のかけら使えば3倍になるっていうのは、これ結構えぐいです。これをメインにやった方が僕はいいと思ってます。はい、どっちかっつうと。砂はもうランク関係ないから。どんなプレイヤーも星の砂は大事だから、ここしっかり皆様貯めておきましょう。そしてですね、ショップの方もね、今回結構動きがありました。新しいですね、スペシャルボックス、この辺も出てきているのと、あとはそのステッカーですよね、が、これ購入できるようになりました。これね、1枚あたりで言うと、あ、10枚か。10枚セットで、35ポケコイン。で、30個ですよね。だとこれ80ポケコインみたいですね。これは、よいしょ、1枚、2枚、全部価格は、同じですね。はい。で、やっぱりこれ、
LINE のスタンプに使われているのと同じだね、完全にね。はい。まあ今までだったステッカーですね、ギフトの取得の時に出てくるよ、みたいな感じだったんですけれども、まあそちらではなく、こんな感じで購入もできるようになったよと。まあ選択、獲得するチャンスが増えたっていう風な認識で良さそうですね。あとはこちらのセールボックスは、今回スペシャルが、プレミアムバトルパスが2、付加装置2。星のかけらさん。あ、まあ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 、結構いい感じだよね、これね。そしてハイパーボックス、これが、幸せ卵が入ってきた。あ、バトルパスの枚数がすごいな、これ。あー、なるほどね。まあ、パス買ってくださいね、みたいなことですかね。今の期間だと、まあ、ルナートーンとソルロックが星3レイドに出てくるっていうこと、プラス、まあ、ゼクロンもね、まだ、普通に実装されたばっかりなので、まあ、その辺狙いの方向けって感じがしますね。そしてアドベンチャーボックスは、まあ、卵孵化をちょっと推奨している感じに、なってますね。まあ、さっきも言いましたけど、星5レイドですよね。にルナソル入ってますので、まあ、そこを狙いたい人にとってはアドベンチャーボックスの方が、まあお得な感じに移るのかななんて思いました。まあ僕だったらまあむずいな、卵。まあ僕いったハイパーボックスの方は買って、アドベンチャーボックスは様子見かな。やっぱ外出を控えると全然これ使えないからね。まあ歩夢くんを使うって言ってもね、僕の場合はねありますけどね。はい、ということで季節イベント始まりました。皆様はですね、タスクの方ですよね。タスクや卵、レイド、これで、今回のですね、もう期間が終わったらいなくなってしまう、ルナトーンの色違いを狙いつつ。砂稼ぎですね、こちらの方をメインでやっていければいいのかなって思います。はい、それじゃあ今回この辺で終わろうと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。もしよろしければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。また私はまだ Twitter、Instagram やっております。よかったらフォローお願いします。そして最近山田ゲームチャンネルですね、こちらも結構な頻度で更新しておりますので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。それじゃあまた別の動画でお会いしましょう。